キムタク持ちしてて受ける、木村拓也、香港企業広告に出演国内影響力急速ダウンの中、駆動静かの、一家戦略化。8月1日、木村拓也52が海外のフードデリバリーサービス、フードパンダの香港での広告キャラクターに起用されたことが香港メディア、AM730 にて発表された。 フードパンダはドイツベルリンに本社を置くフードデリバリーサービス。香港ではマクドナルドの人気メニュー、マックグリドルの配送を8月5日から9月8日までフードパンダが独占しており、木村はその広告キャラクターに就任した。ピンクの衣装に身を包んだ木村がマックグリドルソーセージエッグをキムタク持ち、野球のボールを握るように親指と人差し指、 中指で挟むように持ち、薬指と小指は畳んでいる独特の持ち方をしているビジュアルが公開されている。また、7月30日のインスタグラムでは、フードパンダの香港版アカウントで、木村らしき男性の、フードパンダあるよ、という声が消化される匂わせ演出もあった。このニュースを受け、日本のファンも沸騰。ちゃんとキムタク持ちしてて受ける。おめでとうございます。 キムタク旋風ぶちかましてください。またキムタク持ちが見られるとはなんで日本じゃダメなのといった声が多く寄せられている。木村さんは昨年か、国内では逆風を受ける展開もあり絶好調という感じではなさそうですが、今回の香港での広告起用は久しぶりに明るい話題となりましたね。マクドナルド関係の仕事である点も、ファンの間で注目を集めています。 女性誌編集者。既存は2020年から日本でマクドナルドの CM に起用され人気を博していたが、ユージャニーズ事務所の創業者ジャニー北川氏、去年87の課外問題を重く受け止めた日本マクドナルドが、23年9月に、現在の契約満了後はジャニーズ事務所と契約更新しないと明言。木村の CM は終了し、 今年4月にマネジメントがスタートエンターテイメントの新体制に移行してからも同社の CM への復帰はない。また、先の4月クールに主演を務めた連続ドラマ、ビリーブキミにかける橋、テレビ朝日系はテレビ朝日開局65周年記念の大型作品で、天見ゆうきく56や小日向文みよ70など一流俳優が多く起用された豪華な作品だったが、 平均世帯視聴率10.3%、関東地区、ビデオリサーチ調べ、で2桁は保てたものの、全9回中6回は世帯9%台。そして現在、テレビ界が最重要視している13から49歳のコア視聴率は1%、大後半から2%大前半。最終回も世帯こそ13.2%と高かったが、 コアは2.5%と決して高視聴率というわけではなく、長年視聴率弾と称されてきた木村としては厳しい数字に終わっている。木村さんの主演作でテレ朝の開局65周年記念ドラマで予算もあり、トップ俳優も多く出ていた作品でコア視聴率1%台は惨敗と言われても仕方ないでしょうね。木村さんの主演俳優としての影響力は、 残念ながら落ちていますよね。さらに、主演ドラマ、協情シリーズ、フジテレビ系2020年の続編制作が、課外問題の余波で大幅延期やお蔵入り危機まで報じられており、そちらも不穏な感じです。芸能プロ関係者、CM の打ち切りに、ドラマ視聴率の不調、さらには作品の延期の話題、明るくない話題が続く木村だが、中国では、 2018年12月に開設した同地の SNS、ウェイボは現在もフォロワー数248万人超であり、安定した人気があるという。木村さんは中国でもスター。絶大な人気を誇るタレントです。11年にスマップとして北京公演を成功させたほか、19年に行われたウェイボー製輝製店ウェイボースターライトアワーズの 最も影響力のある俳優、アジア太平洋部門賞も受賞していますから、中国でも木村さんは需要は間違いなくある。香港での広告キャラクター起用がその証明でしょう。木村さんが本気で中国での活動を考えたら、活躍の場は確実にあるでしょうね。加えて木村さんの妻、木村家のプロデューサーとも称される工藤静香さん54話。 娘のココミ23と後期21のプロデュースをしていますが、彼女たちも中国を意識した売り方をしていますよね。前室の芸能プロ関係者。